ドラッグストアでウルを使ってこちらのバーコードとかなんかレシートとか iPhone でスキャンしてやるといろいろとお得だぞっていうお話です。たまにはですね、このように iPhone と生活を結びつけたような、以前ね、オーガニックという、ね、アプリをご紹介したんですが、あちらに続きまして、iPhone と生活を結びつける、もちろん再生リストも用意します。アプリとしまして、今回はね、ウルポンというね、アプリをご紹介したいと思います。ウルオ製品を買って、バーコードをスキャンして、レシートを写真撮ってやると、ポイントが溜まって、そのポイントをですね、ドラッグストアで使えたり、いろんなポイントに交換して使うことができるというね、おすすめのアプリとなっております。こう、男臭さをね、取ってくれるらしいので、そちらも、含めてレビューしていきたいと思います。まずは、iPhone の方でですね、iPhone のアプリの方でですね、会員登録を行うところから始めていきたいと思います。で、私もまだね、会員登録すらしておりません。こういう感じのアプリ最近多いですね、おしゃれですね。購入者対象商品のバーコードをスキャンします。ね、こちらですね。この商品のバーコードスキャン。購入店舗、日時、商品が分かるレシート。買った時のレシートですね。はい、こちら、杉薬局で買ったこのレシート。こちらもご用意してですね。後日、購入商品に応じてポイントが貯まりますということで。私はまだね、登録しておりません。規約を、に同意しまして、メールを入力します。はい、こちらご覧ください。ウルポンからメールが行きましたので、この URL をね、タップしましょう。まずウェブサイトに飛びますね。ウェブサイトに飛んで、はい、アプリに戻ってまいりました。このようにパスワードを入力するところが、来ますので、入力いたします。はい、会員登録は完了いたしました。すでに80ポイントを持ってるんですが、ポイント貯めるっていうところからですね、はい、来た来ました。ポイントを貯めるっていうところをタップいたしますと、バーコードをスキャンするプラスレシートを撮影するとなっておりますので、早速、はい、バーコードをスキャンしたいんですが、こちらのバーコードでいいのかな？こちらの1500円の、お姉さんの DVD 付きのこのウルオス、の、こちら 300ml バージョンですね。1500円のやつです。を、購入いたしまして、そちらでちょっとスキャンしてみたいと思います。あ、大丈夫でしたね。行きました。こちらでスキャン完了いたしましたので、レシートを撮影しましょう。はい、一応写真も撮り終わりまして、こちらで一応ですね、OK なので、エントリーいたします。エントリー取り消しできませんか？エントリーしますか？します。エントリー完了です。これで、仮ポイント30ポイントを得ました。エントリー内容を事務局で確認後、約1週間で確定します。ポイント確定するアプリ内のお知らせでご案内いたしますということで、ポイントが確定するまでね、レシートを大切に保管。このシャンプーを一度使ってみる動画をちょっとだけ、ね。このシャンプー、ウルオスを使ってどうだったのかっていうところをちょっとだけご覧いただきまして、で、その後に1週間後の、動画をね、ご覧いただきましょう。はい、それではね、このウルオスを開けたいと思います。はい、オッケー。これで今日はシャンプーしてみたいと思います。ちなみにリンス水槽ないと。ね、シャンプーして、それで終わりだというような感じのことを書いてます。頭皮がスーッとするシャンプーでしたね。予想通りのメンズシャンプーでしたね。正式には3日後ぐらいにね、ポイント化されましたね。1週間ぐらいかかるかなと思ったんですけども、それぐらいでポイント化されました。ポイントがね、110になってますね。もともと、30マイナスが80だったのかな。80ポイントだったのが、110ポイントになってるっていうのを確認いただけると思います。30ポイントがゲットできました。ポイントを使うっていうところを見に行ってみましょうね。あなたはどちらで心を潤しますか？カミングスーン、電子ポイントに、交換する、お好きな、ポイント電子マネーを選択してお申し込みください。オフィス街のドラッグストアのオレンジカード、あーなんかいろいろあるんだ。ドラッグストア、ほらほらほらね、たくさんのドラッグストアと提携しております。ペックスというのかな、ポイントっていうのがあって、こちらに、のアカウントを持ってログインすればですね、まあ、アナポイントであったり T ポイントであったり、ナナコ、ワオン、ジャル、ここに書いてあるんですね、に変換することが可能であるということでございます。まあ、例えばね、これポイントもねご覧いただきたいんですけど、ウルポンポイントがね30ポイントが、向こうでいう、3000ポイント、このペックスポイントでいう3000ポイントになると、約300円分、ポイント1ポイントにつき1円の変換率ですよね。男性の方はですね、このウルゴスのグッズを購入しまして、これ iPhone でね、こういう楽しみ方も、あるのではないかと思うのでございます。ちなみにこのアプリからですね、そのウルゴスポイントを貯められる、商品の一覧がございますので、この中にね、欲しいものがある方はですね、相当需要があるのではないかと。
まあいろいろ見ていくとですね、大体1ポイント1円相当の変換率になってる感じですね。はい。というわけでね、シャンプー新しいの使ってみたいとか思われてる方はですね、こちら、こういうアプリ、まあウルオス、このウルポンに限らずですけれども、こういうアプリを利用してですね、お得に、iPhone を使ってお得に買い物をしましょう。今回はね、ウルポンをご紹介いたしました。一応下にリンク貼っておりますので、よかったらダウンロードしてみてください。はい、というわけでね、今日はですね、生活にまつわるようなアプリのご紹介でございましたけれども、関連動画はね、レシピ提案アプリのオーガニック、以前ご紹介しました。これね、マグネはもうがっつり出てるんで、マグネはまだご覧になられたことない方、私の奥さん、こちらの動画からご覧いただければと思います。内容としても、レシピをね、提案してくれるっていうね、すごく便利なアプリなんで、そちらも合わせてご覧ください。そして再生リストがですね、この、オーガニックとこの動画、を入れてる再生リストのリンク貼ってますので、今後そういった動画を増やしていこうと思ってます。はい、というわけでね、今回は、以上となります。では。